私の名前はアスナ。料理人としてレストランで働いています。小さい頃から料理をすることが好きでした。シングルマザーの家庭で育ったため、母親を助けるために料理をたくさん覚えました。その甲斐あって料理の腕には自信があります。いつか自分だけのお店を持って美味しい料理を提供する。そんな夢を持って日々頑張って働いています。辛いこともありますが、最近できた彼氏に支えられ、幸せな毎日を送っています。彼氏の新田は、私が働いているレストランに来てくれる常連さん。何度か顔を合わせるうちに惹かれ合い、デートを重ねて恋人同士になりました。おうちデートでは、毎回手料理を食べてもらいます。アスナの料理は本当に美味しい。家庭でも作れるようなアレンジにしてあるのもいいよね。本当？親しみを持ってもらえる料理を意識してるの。うんうん、あったかい。嬉しいな。でもね。どうした？オーナーに言われたの。もう少し高級感のある料理も作れるようになったらいいって。そうすれば私の腕がさらに上がるって。なるほどな。高級感のある料理ってなんだろうね。私の家って裕福じゃなかったから、高級料理なんて食べたことなくって。高級感のある料理っていうの、言葉で明確にするのは難しいよな。高級食材を使えばいいってもんじゃないもんね。まあな。どうにかして習得したいんだ。そうだ。今度一緒にそういったレストランに行ってみようか。え？でも私そんな場所に行ったことないよ。大丈夫大丈夫。服装だってそんな気にしなくていいからさ。一緒に勉強しに行こうよ。新た、ありがとう。優しい新たの提案を受け、私は高級レストランに行くことになりました。服装を気にしなくていいと言われたけれど、自分が持っている中で一番フォーマルに見える服を選びました。ワンピースなら大丈夫だよね。私はドキドキしながら新田と一緒にレストランへ。新田に連れてきてもらったレストランはミシュランガイドに載っているような高級レストラン。緊張しつつもどんな料理が出てくるんだろうと胸は期待に膨らんでいました。しかし入り口で事件が起きたんです。レストランに入ると綺麗な女性が立っていました。いらっしゃいませ。ご予約は？19時から予約してます。二人です。その綺麗な女性は突然馬鹿にしたように笑ったんです。新田も私もびっくりしました。見間違いかと思ったほどなんです。何か？すみません。ご予約は入ってないそうです。そんなはずは。確認してください。当店は高級レストランでして、その、お連れ様の格好が。私ですか？失礼ですけど、そのような格好で当店に入られるのは、ご遠慮いただきたいのですが。何かおかしいですか？そんな場違いな格好をしてないと思うんですけど。いやいや、ありえないですって。その女性は突然口調が変わり、蔑むような顔で私を見てきました。ありえないって。ここは上流階級の方たちのみが入ることができる場所なの。わかります？失礼じゃないか？は？私はこのレストランの顔なんですよ。レストランのために行ってます。新た、もういいよ。お客様には、駅前にあるファミリーレストランがお似合いかと。おい、予約してる客に対して、なんていう態度なんだ。え、予約？すみません。貧乏人の予約は入ってません。ひどい。あんた、ミサって言うんだな。そんな態度とって、後悔するぞ。
脅しですか？怖い。場違いなお客様はお引き取りください。場違い？あらた、もう行こう。私は流れそうな涙をぐっとこらえて、新たの腕を引っ張りました。新たはずっと怒っていましたが、私の頭の中は悲しみでいっぱいでした。高級レストランに入ることができない私が、果たして高級感のある料理を作れるんだろうか。新たにも恥をかかせてしまって、もう本当に最悪だ。私はこの事件で落ち込んでしまいました。それから数日後、新たは私を心配して、またレストランに誘ってくれました。あのレストランにもう一度行こうというのです。ミサという女のせいで私は行くのがとても怖く、最初は断っていました。しかし、新たが根気よく誘ってくれるので、もう一度だけ行こうと決めました。入り口にミサはおらず、私は胸を撫で下ろしました。な、何の問題もなく入れただろ。うん、でも本当に大丈夫？この席個室なんだけど。うん、個室にしてって頼んだ。そうなの？私、間違いじゃない？当たり前だろ。さ、何食べる？俺のおすすめはコースなんだけど。その時、部屋のドアが叩かれ、あの時の女、ミサが青い顔で入ってきました。あの、新田様。ああ、この前の。その説は、本当に申し訳ございませんでした。いや、もういいですよ。あなたの勤務態度はよくわかったので。あの、私、本当に反省してて。せっかく店に来てくれたお客様に対し、服装だけで判断して追い返すとか、恥ずかしすぎるだろう。すみません。謝るのは俺だけ？お連れ様も、すみませんでした。はあ、新た、どういうこと？後で説明するな。あの、新た様、どうか首だけは。いやいやいや、俺のレストランにあんたみたいなのは場違いなんだよ。え、場違い？前に言ったよな、俺たちに向かって場違いって。それはそっくりそのまま返してやるよ。場違いなスタッフはいらない。やめてくれ。ちょっと待ってください。私、ここで働くの夢だったの。うるせえバーカ、出て行け。そんな。ミサは悔しそうに顔を歪めながら部屋を出て行きました。私は何が何だか分かりませんでした。あなた、一体どういうこと？言わなくてごめんな。ここのレストランのオーナー、俺なんだよね。そうだったの？もともとは親父がオーナーだったんだけど、引き継いだんだよ。それは、びっくりした。あんな質の悪いスタッフがいたなんてな。気づけてよかったよ。そうだね。よし、うちのコックの料理、食べてみてよ。アスナの今後の参考にしてほしい。ありがとう。じゃあ、コースでお願いしようかな。それから私は、新たなレストランの料理を楽しみました。高級感のある料理、すべてを理解することはできませんでしたが、ヒントを得ることはできたかなと思います。何より、新たが私のために自分のレストランに連れてきてくれたこと、その優しさが嬉しかったです。それから数年後、私は新たと結婚をしました。新たのサポートもあり、念願の自分のお店をオープンすることができました。お店の宣伝もうまくいき、評判も上々。忙しくとも充実した日々を送っています。スタッフの数も少なくなったため、募集をかけ出して数日。あの時の失礼な女、ミサがやってきたんです。ある意味、縁があるんだなぁと思いました。あなた、
ミサさんですね。え、私のこと知ってるんですか？あの、私、高級レストランで働いてた経験があるんです。知ってますよ。え、あ、経歴書に書いてありますもんね。私、接客には自信があります。自信ね。ずいぶんといろんなお店を転々としてるんですね。それは、その、私に合ったとこが見つからないというか。で、うちのレストランなら合うと？はい。失礼ですけど、あなたうちのレストランには間違いなんですよ。え？覚えてないかもしれませんが、私、あなたに追い返されたことがあります。罰がいいって。覚えてません。うん。その顔は覚えてそうですけどね。まあいいです。とにかくうちでは採用できないんで。ちょっと待ってください。私、しっかり働くんで。もう何件も断られてて。やれやれだわ。この仕事、向いてないんじゃないですか？私の夢が。ミサは肩を落として帰っていきました。高級レストランで働いていたミサ。噂が広まるのはあっという間だったみたいですね。どこも雇ってくれず、運よく雇ってくれるレストランに巡り会えても、勤務態度が悪くてすぐにクビ。当たり前ですよね。自分の身の振りを反省して直さなければ、一生接客で働くことはできないでしょう。私は、新たと一緒にお店を大きくし、ミシュランガイドに載るお店へと成長していきました。もちろん、スタッフの教育は徹底しています。その点、ミサに感謝すべきですね。これからも楽しく料理をしていきます。